皆さんこんばんは。史上初女性狂言師の泉純子です。本日は可愛い番組アシスタントの井上直美さんのご身内にご不幸があったため、急遽私が番組アシスタントの役をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は生放送でお届けしています。番組への感想、また質問などをお寄せください。アドレスは泉流@mupal.jp です。それではご紹介いたします。泉流宗家宗家会理事長、泉節子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。皆様こんばんは。こんばんは。早速ですが、はい、本日は5月11日に行われた、はいはいはい、長野県善光寺での狂言公演の様子をお届けいただけるそうですが、はいはい、この舞台はどのような形で行われたんですか？あのですね、本当は今回、うん、お誘いいただいたというよりは、はい、いわゆる日本から今から92年ぐらい前に韓国の王室、皇室へお嫁ぎになられた、また日本の方の李雅子さんとおっしゃる雅子様、日本人の方で、あちらへ嫁がれて、うん、もちろんご皇室関係の方ですが、でその方が亡くなられてって、そのまたその方からお生まれになった、はいはい、2歳の時にご不幸があったんですよ。亡くなられたのね。向こうの皇室の方とこの日本の皇室の方がご結婚されてお出来になったお子さんが2歳で亡くなってると、はい、でその方のご供養を善光寺様が李雅子様からお頼まれされて、ずっと92年間、はい、ご供養をされてきてらっしゃる。でそれで李雅子さんとその方のご供養をということで引き受けてたんです。うちが追善ということで善光寺様へ伺うことを、うんうん、ところがその、あの船の大変な、はい、韓国の船の沈没が起きてしまって、うんうん、それでじゃあそちらのこともしながら、その何百人亡くなった和光土の皆さん、うんね、これから国を背負って立たれる方のそのもう尊い命のご供養をというふうになりまして、うん、前から兼ねて狂言の中のお悔やみのために演ずる小舞も小唄もありますよね、うん、それを宗家泉元也、二十世宗家の泉元也、はい、それから十世三宅藤九郎で行かせていただいてお頼まれして、 そして、うん、その時に私がプロデュースし、総合司会をし、やらせていただいてきたんです。そういうことで、私は残念ながらその時同行できなかったので、そうですそうです、はい、それでは早速、皆さんと一緒に、VTR ですね。その VTR の前に、はい、私はこの老体に鞭打ちまして、はい、はい、どこかお邪魔しますとこんなに美味しいものがありますよっていうことを、うんうん、まずは楽しい方からですね。楽しい方から、はい、でそれを皆様に見ていただいて、うん、ですから牛に惹かれて善光寺、あ、よく聞く言葉、そうでございますね、ええ、うんうんうん、それでなんとなく可愛いブー様に似てるので豚に惹かれて善光寺とか。誰が？私が。あ、理事長がですか？いや、牛に惹かれて善光寺で行ってまいりまして、そ、それでその名物をねちょっと頂戴していただきながら、楽しげに善光寺様のまっすぐの通りですね、それから仲見世っていうんですか、うん、あちらにも浅草にもありますでしょ。あ、そうです ね、それと同じように、ちょうど境内のところにたくさんお店が並んでる感じですかね。そうなんです、はい、でそちらを伺ってきましたの、うん、ですからね、どうぞそれを早速、はいはい、まずはそちらの VTR からご覧ください。いろんなとこねお邪魔して、これね多分すごい綺麗な小川が、そうなんですよ、風林火山の川中島の火山、長野市にやってまいりましたね、無事に行かれて、だからやっぱり風林火山で有名でしょ。そうですね、はい、
とってもこう綺麗なね、公園ですか、ここは。公園です。でそれが、はい、すごい音が大丈夫です、ね、早きこと風のごとく、はい、林静かなること林のごとく、火侵略すること火のごとく、山動かざるごとく、あ失礼、山動かざること山のごとく、大変なんですよ、早きこと風のごとく、静かなること林のごとく、侵略すること火のごとく、動かざること山のごとし、これが風林火山でございます。それで竹ごめん本当にね、あれですよ、これはさっき言ってました、上杉謙信さんとそれから武田信玄さんの戦いの場面ですよね。どちらが武田信玄さんで、どちらが上杉謙信さんでございましょうか。この風林火山で有名なお二方でございますが、大河ドラマにも扱われましたし、そして私ね、この風林火山っていうのが好きというのを泉元彌宗家がですね、小学校5年生の時にインタビューを受けた時にこのことを申してましたのね。ですからすっごく思い出にあるんです。でも初めてここは伺いましたので、綺麗にしてらして、この層なんです。こちらが川中島でございまして、川中島の合戦の場所がここなんでございます。それで、合戦をされたのが、はい、今申しました上杉謙信さんと武田信玄さんということになりまして、はい、大変有名なお話でございます。いや、歴史的な場所にね、行かれたんですね。そうなんです。もうとっても、うん、はい、そしてまた地元の方がこれだけ綺麗に、ね、うん、してらっしゃるから、観光客の方がどんどんいらっしゃると思いますよ。今でもいらしてましたよ、うん、はい、なかなかほら、こちら風林火山の文言でございまして、それはここにお書きになってらっしゃいます。これは合戦に臨み、軍隊とは各あるべきことを教えたもので、孫子の研究者として戦国時代の最高峰と言われた信玄の軍隊運用術でもあったということでございます。ですので私もいろいろと変わりゆく世の中の中で昔のものを、はい、引き継いでおります。我が家の狂言のそれを継いでおります。いろみんな子どもたちにこれをしっかりと、はい、心に念じていただきたいと思うんでございます。さようでございます。風林火山、風林火山まあ風林火山でございます。どこにいても楽しそうですね。風林火山でございますが、あらまあ八幡様でお参りをさせていただいて、いやでも広々とした、ね、境内ですし、そうでございます、ね、スケールが大きいですね、はい、本当に。理事長の横幅も大きいですね。あ、そのように見えますか。どうぞ半分に引いて見といていただければどうでしょうか。いやでもいいところでした。あ、そう、はい、古に思いを馳せておりましたら、はい、まあ小腹が空きました。ちょっとこの川中島博、うわー美味しそうですね。いただきます。すいません。まずね、ソフトクリームが白桃のスイ、あの川中島といえば白桃が名物なんです、ですから、はい、白桃が入ってるソフトクリームを今いただいております。とっても美味しいですよ。ソースがかかってるんですか、うん、中に練って一緒に入ってるの、いえ中に練ってます、まあ、そしてその上に随分ボリュームがいっぱいですわ、はい、どうしましょう。もう皆様すいません、本当にいただくことが大好きですから、はい、もう周りのことを気にせず、あ、はい、すごい集中力ですよね、はい、ソフトクリームに向ける情熱が。ほら少し小さく切って、そうね、桃が中に入って入ってるんですか。あら、デザートいただいたらメインがいただくなっちゃって、
これ何順番がバラバラですけどいいですね、楽しそうで。そうそう、あのいいちょうどね、暑くてお話した後ですからちょうど喉がすっきりしてよかったんですよ。はい、でこれはね、はい、あちらで有名なやじろべえというね、焼き飯っていうか、これはお蕎麦にしてありますけどね。まみっくり、ちょっと長野のね、これ当地グルメって言われてるらっしゃるんですって。それで見てください、焼き野菜と麺が一緒になってて、はい、焼きそばなんですか、焼きラーメン、焼きうどんみたいでしょ。長野のお味噌とそれからそれが絡まって、そう、長野はお味噌有名でしょ。美味しいですね、お味噌が、うん、朝味噌ですよね、ほら見てください、かき混ぜると美味しいんですって、とっても美味しそうでございます、美味しそうにいただいております。これが焼き麺なんです。はい、なんだろう、珍しい。だからおうどんとラーメンのあいのこみたいな麺があって、長野市松代さんで長芋と信州味噌を使った新ご当地グルメでしょ。あのよ、なんでしょう、中華風にも見えるけどそれとはまた味が違う。違います、やっぱり日本風です。トマト焼き麺、はい、でこれはトマトがかかっている。あら、トマト焼き麺まであるんですね、はい、まあ見てください、トマトのソースがかかって、いやだから B 級グルメっておっしゃるけど、土地のものの、あの特徴を生かして作られるから、ね、トマトの出よりいただけない味、はい、でも今も皆さん見てくださってる方から美味しそうとか、わー半熟卵も美味しそうっていう声が入ってます。ありがとうございます。どう言ったらいいんでしょう、いろんなものをバラバラでいただくよりも全部ミックスして凝縮されて召し上がっていただきましょうって。そうそうそう、いや贅沢ですね。あのね、あのやはりポイントは、そう、とっても、まあ、信州味噌でございます。そうです、信州味噌ね、やっぱりお味噌がしっかり効力を発揮されております、はい、じゃあいただきます。確かに美味しそうです。あの年齢問わず食べられそうだ。そうです、オリンピック会場なんですよ、はい、ね、昔のオリンピック会場、はい、あ、長野オリンピックってありましたね。オリンピック会場はとっても素敵で、なんかハスのお花のように見えちゃうんですけどね、私からすると外角が花びらのように見えて、あの向こう側がね、東京オリンピック、あちらに見えるのが日本アルプスです。綺麗でしょ、綺麗ですよね、ですね、すんごい、今日は晴れ晴れとした日ですから、これやっぱり5月のいい時期、ね、でしたの ね、きっと本当に綺麗でしたよ、あれだけね、すっきりと、まあ、遠目ですけど、見ることができまして、本当に、まあ、あの日本らしい風景ですよね。あ、私そう思いましたね、あ、本当に日本らしい風景と思って、なんか雪山と前のね緑のね、そうです、コントラストがすごい、はい、それでここはずっと長いんですよね、参道を歩かせていただくのにね、そうです、善光寺さんですか、善光寺様のところへ入らせてっていただくんです、二王様、よく似てますね、理事長に。ああ、そうですか、困ったもんですねそうでございますか、あのちょうどね、善光寺様が河原を吹き替えられたりとか、はいはい、それからもうちょっと前、新幹線ができて、はい、長野は便利になりましたよね、牛に引かれて善光寺って、それはね、いわく因縁があるみたいですよ、通りですね、じゃあ有名でしょ、おやき、あ、これおやきなんですか、長野のおやきです、はい、長野名物というとやはりおやきですよね、でお店の前に縁台が置いてあるんです、あ、すぐいただける、そうそうそう、どうぞ、かぼちゃです、暑いですか、あの暑いですよ、そんなのも本当大変でございますけど、そんな短いんですか、
でも、はい、本当でも美味しかったですよ。ほら、アーツって言ってるでしょ、まあ、甘いんですか？あ、あのご飯っぽい味。いやいや、あのかぼちゃの味が生きてます。なので野沢菜なんですけど、ね、そうなんですよ。私はかぼちゃがいただきたかったので、かぼちゃをいただきます。そうなんですよ。野沢菜有名じゃないですか。有名ですよね、はい。野沢菜をみじん切りにしてね、中に入ってるんですけど。皆様、やはり長野といえばお味噌ですよね。はい、どうでしょうか。これもおやきですか？違います。おいしそうでしょ。これはあのどう言ったらいいんでしょう、おにぎりっぽい、はい、焼きおにぎり、焼きおにぎりで、うん、そうです。あ、それ で、お味噌が、そう、お味噌が作ってあって海苔が巻いてある。お参りに来られてこういう感じのを急いでいただいて、それでお参りに行かれるっていうことでしょうね、きっと。そうですよ。ここね、信州味噌、すごく香ばしい味がするんですよ。ですからとってもおやきと味噌、そして長野といえばあれですよ。とにかく何でしょう、はい、見てくださいませ、皆様。雑そばでございます。これをね、やっぱりその当時、うん、はい、皆様がこう食に、うん、まあ、植えるって言っちゃ失礼ですけど、そういうことのないように、はい、これを持ってこられたんですよ。強い強い蕎麦の木を、木っていうか蕎麦のができるように、強い強いお蕎麦の元を、元っていうかね、ね、育てなきゃ蕎麦粉で作るわけですから、うんうんうん、それを持ってこられたんですよ。はい、ですからそういうことでいくと当時のそのどういうでしょう、将来を見据えた感じでしょうね。今現在もこうやってそう、お蕎麦が有名になっていくわけですから、はい、だからやっぱりその当時どれだけ下々の人を思われるかというですね、殿様のこの息が、うん、そういうことで今現在もこれが土地の名物になり、そしてその皆様の生活を支えということになるんですね。そうやって考えると昔の人はすごいですね。そうですよ、善光寺様へやってまいりました。本当にそうですよ、立派でしょ。本当ですね、うん、だから本当に本当にこれでね、私ね、善光寺様のね、吹き替えとかそういう瓦の吹き替えとかいろんなことですとね、3度目ぐらいあれですよ、お目にかかってますよ。はい、大きくてね、善光寺様は。それでね、収支を問われないんですって。あ、そうなんですか。お寺ですよね。お寺様です。そうですよね。牛に惹かれて善光寺とは、強欲で信仰心のない、おばあ様が洗濯をして干していた布を牛が角に引っ掛けて走り出したのを見て、牛を追いかけていくうちに善光寺にたどり着きました。それがきっかけでたびたび善光寺様にお参りをして、信仰心のある深い信仰心でそういう方になられたという伝説があります。そういうことなんです。その言い伝えから思いがけない偶然で良い方向に導かれることの例えとして使われています。そう、だから、そういうことだったんですか。だから牛が角に引っ掛けて洗濯物を持ってってしまって、強欲なおばあさんが追っかけてきたらば、うんうん、そこでこれから次から次と何遍もお参りに来られて、ご立派でございますこと、心意気が、心意気が変わられた。そうなんだ、はい、改心されて、そういうことです。善光寺は1400年前に創建された歴史ある阿弥陀如来様との皆様のご縁を結んでくださるところでございます。長きにわたって人々の心よりよりどころとして、今も多くの人たちが日本全国各地からお参りにいらっしゃってま す、ね、私もその中の一人でございます。本当に願い事が叶う、そして善光寺様にもうよそにはなかなかない地下へこうずっと降りていくんですね、うん、そして鍵がついてるんです。その鍵に触れると極楽浄土へ行けると、そういうことがございまして、私今日もそこに、はい、触らせていただいて戻りたいと思っております。
みんなうちの子供はみんなあなたも含めてみんなその鍵に近い降りてると真っ暗ですよ。真っ暗ですよ。そうですよね。あとこうね後ろをそう、うんうん、あのね伝って行くんですよね。鍵がある。で今回も行かれそうです。あ、よかったですね。はい、そうなんです。もう早く終わりですね。平日です。平日ですけども、ね、結構あの皆さんそうですよね、うん、どう言ってもやっぱりあのあれですね、土曜日とか日曜日は、うん、ここも確かあのその日曜日の方に入るんでございましょう。もうよく歩かせていただきましたから大変なんでございます。ローターに鞭打って。いえ、いつもお元気そうで、はい、おかげさまで感謝申し上げております。有名なこの歌でございますよね。はい、春風や牛に惹かれて善光寺、小林一茶さんの歌でございますよね。はい、それで小林一茶のメイクですが、春先に案内人の小旗を先立てて、そろそろと善光寺参りをする人々の情景が浮かんできます。昔も今も善光寺参りのツアーがあるんでございます。そうですよね、うん、たくさんね。そうです。だからやっぱり心の休まる、うん、はい、そういうあの場所として皆さんが求めてみえます。聞いてください。はい、小林一茶さんの歌に触発されて私も歌一句読ませていただきます。怖いな。目立つさんも中くらいなり設置の初夏、皆様いかがですか。はい、いろんなことがあります。世の中は何が中くらいっておっしゃったんですか。私もいっぱいのことがございます。怖いですよ。でもお願い事はおめでたいということと、ちょっとおめでたい人じゃないのということと、自分でやらなきゃいけないことと分かっておりますので、はい、ぜひこちらにも心から心からお参りしてお願いをして参ろうと思っております。皆様またいつかどうぞご一緒にどうぞ善光寺様へお出かけください。ご一緒に、いやー、はい、なんて言うんでしょう、本当にいろんなあの、はい、お寺様だけじゃなくって、はい、あんなにこう楽しみがたくさんあるんですね。そうなんです。だからあの前ね、あのいただく食べ物が前へ出てきますとね、うん、嬉しくて顔がほころんでしまいますの、うん、私これ子供の頃かららしかったですよ。あ、そうなんですか。私の父が、はい、あの私はね、うん、本当に食べ物を自分が頼んだものでもいいですよ、お客様でお出かけした時でもいいですよ、うん、それがね出てきますとね本当に顔がニコニコニコっとなるんですって。あ、それは見てて嬉しいですね、そうなんですよ、ね、そういう人たちが、そうです、うんうん、父がよく言ってました。本当に食べることが好きなのかとか言う。あ、でもそうですよね。明らかにそうですよね。ねえ、いやでも本当にあのなかなか私もまた行きたくなりました。前に一度ぐらいじゃないでしょ。何度かね、お邪魔してますよね。お舞台にも何回か行ってますから、ね、あなた数え切れないくらい ね、 ですね。そうですよ、うん、だからまた行きましょうね。ねえ、本当そうですね。はい、あのうち中で頑張って、はい、はいはい、ね、とってもとっても、ね、そうなんでございます。それでね、あの、うん、この善光寺様でいろんなものをいただきながら、はい、あのそれとはまたあの別のね意味でご供養を申し上げるっていうね心を持って言ってますから、だからそのギャップが大きかったかわからない、ね、そう、大変なあお亡くなりになられた方たちのことを思えば、ね、とってもあのそんなに喜んじゃいけないのかしらと思いますけども、うん、でも生かされてる喜び、うん、自分が、うん、はい、そして自分が今したいことがやらせていただける喜び、はい、そして美味しいものがいただける喜び、うん、だから何重にも重なって、うん、だからよ喜んだ顔よりしてませんで皆様すいません。いえ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 、これはあの本当にご供養があって参らせていただいたんですよ。そういう点ではいつでも、はい、あのお元気な様子と、はい、それから本当にその土地をあの、うん、踏んで、はい、あの楽しそうっていうのが何よりも伝わるので、はい、あのいろいろ面白くこうね、あの、うん、たまにあれそれ噛んでるんじゃないのとか、何かカンペ読んでますかみたいなねところが見え隠れするところもまたあのいいですね。あのね、なんとなく、あの人ちょっとん
ずるいんではないけど、うん、覚えきれなかったのかしらとかってね思われるか分かりませんけど、いえいえ、でもね本当にそうすると全国お邪魔しますでしょ、学校公演とか、そうですよ ね、あるいは文化会館公演とかって、うんうん、お邪魔します、そうね、その時にやっぱりただここへ来ましたっていうだけではなくて、うん、その土地に有名な歴史的なこと、うんね、背景のこと、ね、歴史的背景、そしてその今のようなお食事物の食べ物のこと、うん、そして大事ですから、そうなんですよ、ね、お食事いただくものはね、うん、本当そう思います、で、ですからぜひね長野もそんなに遠くありませんから、新幹線で東京からで1時間ぐらい、1時間15分、あ、それぐらいですよね、1時間半それぐらいで行ってしまうんですよ、ね、ですから今日は本当にいっぺん善光寺様へって思い立つお方様があられましたら、うん、ね、善光寺様の方もお待ちになってるでしょうから、ね、収集も問わないということは、そうです、別に自分は何衆だからとか何も考えない ね、 お参りしたいわっていう気持ちだけで伺っていいわけですもんね、で極楽浄土行けます鍵にぜひ触っていただければどうかしらと思うんでございますよ、わ、うん、かりました、ありがとうございます、ね、はい、それで、ね、はい、今善光寺様にお聞きになって、はいはい、で今回の狂言公演というのは、はい、また普通の一般 の、 お客様に見ていただくだけでない、はい、公演だったんですよね、そうなんですよね、お寺様の中で、うん、お寺様にもやっぱりホールがあります、あ、はい、ちゃんと作られてましたよ、うん、そしてそこでいわゆるその地元さんの方が常にこうお守りをしてらっしゃる方、はい、お寺様 の、 ご住職様とか皆様だけじゃなくて、いわゆる檀家さん、うん、はい、あるいはそのこういう何々の会、前あなたが東大寺でやらせていただいて参りましたでしょ、はい、こう前ね、はい、2月堂で、2月堂でね、だからそれと同じように、はい、皆さんがやっぱあの時もいっぱい皆さんがお世話してくださったじゃないですか、そうでした、何々こう何々こうってこう集まりがあって、うん、そうでした、はい、それと同じように善光寺様の方にもやっぱりそういうお方がいっぱいおいでになって、うん、それでそういう方たちが私どもを迎えてくださったりして、そしてやらせていただいたんですよね、ですから、まあ、ご縁がないと、うん、ご縁のない土地は行きませんし、はい、ご縁のないところへはなかなか行けませんから、ね、だから今日ね、うん、本当にその大変なことが起きた時にこれをいただいて、うん、ご縁を、うん、たまたまそうですね、前から決まっていたところに、うん、そう、その大変な事故が起きましたでしょ、そうですね、そうですね、ですからそういうことで、なんか去年のね2月、うん、パククネ大統領様の就任式、はい、それから今度、そうなん、はい、それからその次が伏見の宮様 の、うん、なさってる HMA というのがあって、はい、それはもう展示会ですね、はい、朝鮮日報という大きな新聞 の、はいはい、ところ の、 美術館的に作られてるホールが、うん、美術ホールがあって、はい、そこに全部こうあちらのも飾られますけど、日本からも60点70点を持って行って飾られるんですね、うん、でその交流でお邪魔しましたでしょ去年、はい、それとこれから11月に賞を差し上げるから来てくださいって、うん、日韓のね、うん、日韓で伝統の頑張ってる人っていうことで、まあ、あなた方が伝承それから生存普及はして、ね、やらせていただいてるけれども、うん、まあ、あの人頑張ってんだろうなという感じで、プロデューサー的な、ね、プロデューサーとして役割をしていただいてますからね、理事長には、そうなんです、それをくださった、うん、でこれで3回お邪魔したの、はい、でそして今これ善光寺さん続きで今お話してますけど、今年またつい1週間も経ってませんよ帰ってきました、うん、ね、でまた賞もらってきたでしょ、勲章と、はいはいはい、韓国ね、韓国側からお出しになってるから、うん、そうなんです、それも皆様の随行で、ね、それでその前には、うん、5月にはこの韓国の極洋に参加してるってことは何なんですかね、うん、ふっと思いました、今ふっと思いました、えとか思いましたけど、ね、そうなんです、うん、でもとっても喜んでくださいました、それは何より、こんな遠いところまで来ていただいて言って、うん、ありがとうございますと言われて、うん、それで20世宗家泉元家と10世の三宅藤九郎を同行しましたって言って、それで伺ったんですよ、うん、はい、じゃあ舞台の様子を早速、ね、そうですね、それでお経が上がって、うん、はい、あとはそれを奉納する、うん、はい、捧げる、うん、そういうことでしたよ、はい、わかりました、
はい、それでは、後半の VTR ご覧ください。よろしくどうぞ。こちらは善光寺様の大本願というところでございます。そちらの方でいろいろと昨今事故がありまして、例えば韓国の大きな海難事故とか、それからいろいろの失われた命があります。その尊い命には失われたことへのご供養ということで、私どもこちらでお経をいただいた後奉納狂言をしてくださいということで、どうぞ泉節子プロデュース狂言でやらせていただきます。よろしくお願いいたします。言ってくださったらマイクをください。それで、どこにいてくださる？あ、すぐそこにいますので。ここに、はい、マイクはあるんです。マイク使われますか？あ、私使います。じゃあそこにいらっしゃる。そうです、舞台の、そう、もう舞台の打ち合わせに入ってます。じゃあ、それで置いていただけばいいですかね。はい、じゃあよろしく。でだ、きちっとね、紙紙も来て、宗家も宗九郎も、理事長もどちらかというと喪服に近い。そうですよ、無地の着物に確か蓮の花をしてたと思います。あ、般若心経をしてますね。般若心経の帯をしてます。三宅藤九郎が今、はいはい、させていただいてます。やっぱり同じその狛江を舞うのでも紙下でということは再生されていますの で、 そ、 それだけ礼を払って、ね、そうです、させていただいたということで、本当にやっぱり日本の方と韓国の方と、韓国の方も見えてました。はい、やっぱり紋付き紙下姿っていうのはもうこの上なきね、霊装ですから、皆さん全部それこそ どういうんですか、江戸時代でもその前でもみんな途上はこの格好ですから、はい、狛江の鵜飼はやはりいわゆる長良川ですとかの、そうそうそう、どこにでもね、あります。そうです、供養ですから。そうですね、はい、セミですね。狂言狛江。そうです。はい、狂言狛江セミ、そうです。これは
まさにお悔やみの、ね、そうです、舞狂言にも、ね、ございますけれども、そうです、やはり生前セミが随分苦しい思いを、ね、そうそう、はい、どうぞおっしゃって、はいはい、ところを表現してますけれども、最後はお坊様の、ね、お経によってつくつく奉仕になってご浄土に行けるという、ね、はい、そういうことね、そういう内容になってますので、セミになぞらえてその生きることの、ね、苦しさですとか、いろいろな艱難辛苦乗り越えてというところを表現しておりますから、まあ、セミの生涯といってもそれだけでない生を受けたもののその辛い部分というものから、ね、今度天に昇るというところでやはり、ありがたい、ね、最後を遂げることができるということになりますので、そういう点では本当に思いを込めてきっとね回せていただいてるんだと思いますね。それでちゃんとこう得度してね、はい、はい、そうです、皆さん亡くなるとおカミソリを当ててもらうじゃないですか。ここまさにカミソリを落とし、ね、そうです、髪の毛を落として、そうです、奉仕が、まあ、その天に昇る象徴のような形 で、ね、600年前から変わらずに伝わっておりまして、狛江ですから、そういう点では本当に、代々の、ね、長い年月の中でいろいろな場面で演じられてきております。そうですね、狂言のプロデュースいかがでしたでしょうか。今この終わらせていただきました。私泉節子プロデュース狂言として全国いろいろ回らせていただいております。どうぞ皆様今後とももよろしくお願いを申し上げます、ね、善光寺狂言は短かったんですけども、ね、でも本当に価値のある、そうですね、紅葉の一環でそうやって私どもさせていただく、おめでたい場所でもそうですけれども、こうやって逆にね、なんて言うんでしょう、個人を弔うという場面でもさせていただくことが、ね、ございますよね。忍ぶというかね、その方を忍ぶという意味で、ですから本当に後でね、わざわざもう急いで帰りましたから、また道もお仕事がよくありましたから、はい、やはりあちらのご住職も遠いところありがとうございます、また来てくださいねっておっしゃってましたから、どうぞ今般こういうことで2人であれでしたから、もしよければね、また今度は子供も連れて、ね、長野まで、牛に釣られてではないですけれども、豚っておっしゃいましたっけ、さっき私ほらあまり可愛いもんだから豚って皆さんがおっしゃってくださるのよ、よく太ってるし、でもね私思うのそんなに太ってないのにね、結構目立って明るい色も平気で着せていただいてるから、ね、いや私は何って言ったら自分の好きなものを身につけましょうと思ってるからですよ、はい、ですからいい善光寺様に思い出を作っていただきました、ね、そうなんです、だからあちらからお呼びになってくださらないと、なかなか行けることでもないですし、そうしましたらね、前に文字を書いたすごく高い、はい、あれをちょうど
あの建て替わってあれされる時に、あの新柱、柱からね、そうですね、覚えてるでしょ、覚えてます、覚えてます。ちょうどこうね、あの銅像のあれを白布をね、うん、あの白布言うと失礼なのか分かんないけど、それをあのこうね、御柱っていうんですか、あれは御柱、御柱ですかね、あの、うん、お見せするまでは隠れてるでしょ、うん、銅像でも。そうですね。それをオープンされる時に、その時にうちは全員で行ってそれをやらせていただいてるから、そうですね、みんなだから学生時代だったんじゃない、いや私はもう多分社会人というかもなってたかもしれない、大学出てたと思いますけど、そうですか、でもそうです、もうでもそうやって考えると約20年近く前ですから、そうですよ、随分やっぱり、あの時はまだ先代19世宗家がいましたから、そうですね、はい、ですじゃあもう確実に20年以上前ですよね。で今あの感想の中で、あのネットからの感想で、はい、お悔やみの狂言って初めて見ましたって言って、うん、あ、そうですか、言ってくださってる方があるんですよ。だから私どもは当たり前のようにそういう場面ってあるじゃないですか、うん、はい、ありますね、例えばあの各代歴代宗家 の、うん、はいはいはい、あの追善であったりとか、そう、はい、そういった時には何百年祭という形でやったり、うん、またすぐあの自分の実の父親、はい、19世宗家、はい、泉元秀の南海期追善公演であったりとかって言って、はい、そういう時にはあのおめでたい曲とは違う曲を選ん で、うん、で、そうですね、あのいたしますですよね、はい、そうです、あの、うん、あの今度もあの6月30日が、はい、あの周期的なことではないですけど正月命日ですから、うん、あのやらせていただくでしょ、そうです、ね、はい、あの今回は法要だけ、法要で、ね、それで、多分あの歌いの一曲ぐらいは、うん、ね、あの、そうですね、そう、あそこのお経様が済んだ後にね、うん、はい、みんな元気でやらせていただいてますって、うん、ね、納めとけばそれはそれでいいですし、そうですね、だからあのいろんなことでやっぱり狂言もそのあの適材適所っていうのがありまして、はい、本当におめでたい時は全国的にこけら落としとか、うん、それから何かの記念にと言ってなりますとその三馬荘とかね、そうですよね、末広がりとかね、ついこの間の伊勢神宮 の、はい、記念宣言、そうでした、公式狂言の時に、はい、うん、あの何百年前、ですか、三馬荘が私どもの先、あの先祖が、ね、そうですね、やらせていただいていた、歴代宗家があのあそこの伊勢神宮様の方へ通わせていただいて、うん、ご奉納ご奉納と言って行かせていただいてらした、そういうあの古い書き物が出てきたそうで、うんうん、そうなんですね、はい、ですからあのその奉納狂言ね、狂言の奉納は泉流宗家に限るとかというようなものがね、古文書に書いてありましたと言っておっしゃっていただきましたし、ですからあの10月の去年の13日のね、20年に一度の式年遷宮も ね、本当にあの成功させていただけましたね、良、ね、かったと思う、本当にあのおかげさまでした、あの何を思ったかっていうとね、うん、そんな頃近衛家の庇護をいただいて京都からどんどん通ってるわけでしょ、うん、でそれから今度あの七代目さんが名古屋尾張藩 の、はい、ね、あのどういうんですか、あのこうピックアップっていうのおかしいですけど、はい、ね、そちらであの保護していただくっていうよりはあの扶持をいただいて、うん、でお姫屋敷をいただいて、うん、そしてやらせてきていただいてる頃ももっと近くなるでしょ、京都より近いから、ね、だからどんどんお行きになったんだと思いますよ、伊勢に行くのにね、お伊勢様、はいはい、お邪魔するのに、それで、そうですよね、あの明治維新になって殿様制度もなくなるし、うん、そういう、こうことがなくなって我々もあの扶持を離れて、そしてあのどんどんと今今日に至るまでですと16代17代18代19代20代までね、5代かかって皆様方の応援をいただいて、ね、これを何百年続けてまいりますっていうことを皆様の前に誓いつつ、これはただいま何年の歴史ですっていうのはね、誇らしげに言うのではなくて、はい、これだけの間続いてらした日本の伝統文化を守らせていただいてますという意味でうちは申し上げてんですけどね、はい、そうです ね、あのついついあのキャラが、うん、キャラ的になんかあの設置ずいぶん自慢してるみたいなね、いや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 、ふうに思われることもあるかもしれませんけれども、うん、今ご本人はそういう謙虚な、ね、そうね、だから心持ちで、ね、あのやっぱりこんなにね、いいものを先人の方が残されてってるんですから、うん、皆様のお手も一緒にお借りして、うん、お心もお借りして絶対これは日本に残っていけるように努力してますって、うん、
でだからこのムーパルさんのところでね、はい、1ヶ月に1度、ね、皆様が見てくださる、うん、そこであの少しでも泉流の狂言が、ね、うん、はい、皆様にあのこうどういうんですかね、はい、見て、ね、見ていただいて、見ていただくんだわね、うん、結論は、うんうん、でもそういうふうにして一緒に保存していっていただけるとありがたいじゃない。そうですね、それは本当そうです、うん、今生きている人たちが、うんうん、その実際に感じたり、ね、そうです、あのそこまで足を運んで、はい、あの楽しもうと言ってそうです思っていただけなかったら本当なくなってしまうので。そうなんですよね、ですからね、うん、今ね狂言は狂言オペラまで行ってますから、はい、ね、それは先代の19世が、うん、あの狂言オペラっていうのでね、うん、シェイクスピア劇の、あれは夏の夜の夢でしたっけ、うん、 そうですね、それとそれから、はい、あの日本のもので棒振り、うん、棒振りっていうとその水たまりに、うん、ほら赤い蚊の幼虫というか蚊の赤ちゃんですね、蚊の幼虫だね、蚊の赤ちゃん幼虫よね、あれ 赤っぽい色で、うん、こう縦向きにこう泳ぐツンツンいるのがそうですね、ツンツン、そうですよね、うん、それもあの棒振り、あれは全部表をつけてね、やるように、うん、 そうですね、あのそうです、演ずるように作られてるから、うん、最初やはり上野の奏楽堂、ね、一番古い日本で一番古いコンサートホールでね、でさせていただいたんですよね、うん、今あのネットからの書き込みでも、はい、あの毎月見てますよって、あ、本当ありがとうございます、ね、よかったですね、理事長、ありがとうございます、どうぞよろしくお願いいたします。毎月、はい、美味しいご当地グルメもさることながら、はいはい、やはり公演をそれだけいろいろなところでやらせていただけてるから、はい、こうやって、ね、ご報告もできるわけですので、ね、そうですね、そういうことですね、はい、それでまあ私もできるだけ元気に、はい、足も達者でやらせていただこうと思ってますから、うん、それで今はもうね、うん、あの12歳、うん、11歳、話がポンと飛びますけど、12歳、11歳、10歳、うん、6歳という孫がね、うん、もういっぱしやれるようになってきておりますからね、うん、これからはもう孫のもどんどんとここへ出させていただいて、そうですね、皆さんにね知っていただいて、うん、応援していただいてプロデューサーになってますね、そう、やっぱりプロデューサーの顔もちゃんとお持ちで、ね、うん、あの狂言オペラかっこいいなっていう感想もいただけてるみたいですよ、はい、そうなんです、狂言オペラはね18の、うん、あの要するに楽器、うん、あれはハープも入ってますしね、はい、それからあの管弦楽、管弦楽、あのそうですね、うん、あのですからバイオリン、チェロ、それからそういう感じで、うん、ね、そうそうそう、うん、あのですからまたどこかでね、うん、はい、やらせていただけばそうですねと思いますよ、シアターコクンでもやっ、あの総楽堂の後がシアターコクンなんです、そうでしたね、え、それで、うん、あのですからなぜあのいいのかっていうと、うん、オケピットがあると、うん、そこであの18人さんに入っていただいて、生の音 と, 音とそれから生の狂 言、ね、舞台でだから順番に行きますとね、うん、一番向こうがオケピット、はい、その次あなたたち元谷純子藤九郎の狂言を演じてて、はいはい、そしてお囃子が入られて、これ後座の方にお囃子が、後座の方にこれは、ね、あの日本の、そう、日本の能楽の中の四拍子が入られて、笛太鼓小鼓大鼓、そうなんです、ね、そしてその後ろに地謡隊が並ぶんです。ですから本当に和と洋の融合ですよね、1層、2層、3層、4層ですよ、うんうんうん、で4層の層ができて、うん、それで出来上がってるっていうのがね、これやっぱりあの作曲のね、あの松下先生、はい、あの先生も一生懸命、まあ、他の先生方もですけど、うん、やってくださって、忘れもしませんわ、板橋区のお寺さんの、はいはい、大きなホール であの、うん、もう何回繰り返してお稽古ね、合わせるのをやっぱり和のものと洋のものと そのリズムや何もかも その尺の取り方も違いますし、 そうですそれらがこうきちんと合っていかないとやはり一つの作品にならないの で それを考えるともう本当にありとあらゆることをで、あのそれでね、そこで私今ボブ・ウィルソンさん、アメリカの、はいね、演出家兼監督兼何もかもなさる、うん、あの方から泉純子と三宅藤九郎が呼ばれてフィレンツェ行ったでしょ、はい、お邪魔しました。フィレンツェでね、あのその7カ国あの合作のマジオムジカーレフィオレンティーノというですね、あのフィレンツェの5月というすごく大きいあのそのそれが、ね、あのフェスティバルでそうミュージカル の、うん、あのあれだって言われてね、あの3本の指に入るのヨーロッパで、うん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 、このマジあの今言ったマジオムジカルだね、あの、はい、あの
だからそこの時に行かせていただくのも、先にどういうわけかその狂言オペラが作られてたっていうのが不思議よね。ああそうですね、だからきっとその、 オファーもお受けできたっていうか、自分たちの中にもそういうことができるって、もうだから潜在的に入ってたんだと思うのよ、うんうん、そうですよね。それでだからそれをね、私はちょっとどういうの、あなたと永遠にっていう本にも書かせていただいたけど、うん、それを示唆していけたということが素晴らしいと思うね、うん、そうですよね。道しるべというかね、そうそう、全部こうね、いろいろな可能性を、これもあるよこれもあるよっていうのをね、全部並べて360度ぐらいバーッと広げて、そうそうそう、ね、狂言の可能性っていうのをね、うん、そうよね、はい、だからその、はい、それがあったから、うん、もう先代は亡くなった後ですから、あなたたちが一緒に私ついていきましたでしょ、うん、あれ約1ヶ月ぐらいいたでしょ。あ、よかったですね、フィレンツェに ね、もう本当になんで理事長で出演しないのにずっといたんでしょうね。私その間行ったり帰ったり、東京とフィレンツェと行ったり来たりして、うん、2回したでしょ、そうです、ずっと、ね、よっぽど居心地よかったんですね、そう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 、イタリア。だからやっぱりっ、ね、いや、とってもよく日本人の方も多かったじゃないですか、向こうにフィレンツェには。あ、うん、そうですね、たまたま、うん、まあ何多いわけじゃないんですよ、たまたまやっぱりこうちゃんと周りにいてくださったから、うん、あの時に契約をする時にはどの通訳さん、うん、ね、それだって契約は自分の目の前でしてくださいって言われたんだから、うん、何かあったら裁判所に先に駆け込めって言われたんですよね。そうそうそう、先に行ったもん勝ちだって言われたんですよね。何もなかったですけどね。そういうこともお習いして私はついてってるわけだから、そうでしたね、だからそこをこう女の子2人だけにして帰るわけにいかないですよ、うん、まあね、うん、当時まだ若かったですから、まだ2人とも独身でしたから、そう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 、はい、ねえ、ね、でも考えてみればね、やっぱりそういう流れ道しるべというのがあって、次の代がそれにもっともっとどういうのかしら発するして、うん、そういうものの存在感を皆さんに知っていただく、うんうん、ということだから、これはねとってもいいお勉強をあなた方もしたと思いますよね、うん、そして向こうから楽譜が送られてきて、そうですね、でそこに日本画が当てはめられてて、うん、ここは1分で、ね、言ってください、ものすごく緻密に作られてるんですよ、ね、だからあれも能の羽衣に取材したミュージカルでしたけれども、 そうそう、そうやって外国のものにも出るし、日本でも先代が作ったもの、そうです、今ねまたね、うん、新たな感想をいただいてて、うん、西洋のものともコラボできる日本の伝統、ね、そうです、の芸能って素敵って、あ、そうですか、ありがとうございます、うん、本当にぜひね、またシェイクスピア狂言と、それからモリエール、フランスですね、うん、モリエールの文豪のものと、それからコメディア・デ・ラルテっていってイタリアのものと、はい、ね、それからそうなんです、うん、それでギリシャ喜劇と、うん、四大喜劇が世界のね、うん、それが狂言で作らせていただいて、これは先般名古屋万博、はい、愛知万博がありました時に、愛知万博ですね、そう、それを4曲とも出させていただいてるんですけども、うん、またどこかでね、やらせていただいて、そうですね、なんか皆さんに最近はしばらくやらせていただいてないですよね。そんなこともないでしょうね、あれは時シェイクスピア の、 狂言を作った時はね、そう、しょっちゅうやってるでしょシェイクスピア、うんうん、各大学の英文科の方から、うん、同志社大学だってそうだし、うん、みんな他のところからも大学からお呼びがかかって、覚えてる、うん、ね、行きましたでしょ。そうでしたですね、うん、だからそういう点からいくと、やっぱり狂言というのは今もうね、海外のそういう四大喜劇とともに狂言オペラまで行ってやらせていただく世の中が来てると、うん、それも洋楽とこの、私どもの世界の、うん、お囃子さんとがそこで同時に交流して、はい、同時にコラボレーションしてしまって見えるわけよ。そうですね、でその間でもうサンドイッチのような、ね、本当にまさに間のところにヒノキ舞台があって狂言が演じられるわけですのでね。そうなんです。だからそのね、そういうことができてしまってる、それをまた今度は皆さんにどんどん見てっていただくという、そういう点からいくと、やっぱりあなた方今3人がちょうど演熟して、40代に差し掛かってるでしょ、はい、差し掛かってるんじゃなくて全員40代に乗ってしまいました。そうですか、ついこの6月の初めに宗家が、うん、40歳、ね、はい、不惑の年だと言って
ておりましたけれどもですね、もう私5歳違いですから、はい、最近でも間違えていただけるんですよ。宗家が一番年上で、そうそう3兄弟だって皆さんね、だからもう本当、ね、それくらいどうしましょう、よっぽど若く見えるかしらってそう思ってればいいんじゃない、自分でそうそう、あらよっぽど若く見えるんだわって、まあ、30代なのはね、泉節子理事長だけですから、そうです、相変わらず今おいくつでいらっしゃいましたっけ、私運十とって38歳でございます、ね、子供はみんな40代なんですよ、ね、それなのになぜ38歳か、反対ひっくり返してないですよね、83歳ではないじゃないですよね、違いますよ、ね、まあね、83まではもちろん現役は、もっともっと90までも現役やらせていただこうと思ってますから、意欲はあるんですよ。だからあとは体力と気持ちですよ、意欲はあるから気持ちは OK ですよ、ね、体力とあと何でしょうね、だからそういう点で38と言ってれば、ピンクを着ようと赤を着ようと青を着ようとグリーンを着ようと白を着ようと何でもいいわけでしょ。そうですね、ちなみにどんな色がお好きなんですか、お洋服は。私はね、何よりもまずピンクだと心が落ち着きますね。ピンクだと落ち着く、落ち着く、私はなんかふわふわってなるんじゃなくて、ならないならない、それで赤、ね、で赤、赤はもう本当にハッスルの色ですよ、私の、うん、今日なんかは今日はちょっとこんな感じで着せていただいて、そうです赤も十分入ってますね。そうなんですよ、ですからやっぱりそれはね、好きな色を自分で着たい時に着せていただく、そして自分の大好きな食べ物を、はい、自分でその時の気分で、はい、いただく、はい、これはもう絶好の幸せなことじゃないですか。本当ですね、私も今ちょっと幸せ気分になっちゃったので報告してよろしいですか、はい、どうぞ。感想の中で純子さん綺麗っていうのが来た、 ありがとうございます、ね、本当にね、まあ、理事長も、お綺麗でございますが、いえいえ、綺麗にどうぞどうぞ皆様綺麗に産ませていただきましたから、私この人をね、いやいや一番の理事長の、綺麗のな作品は、はい、泉元也だっていつも言ってですね、はい、不思議なんですけど、はい、最後に、私と東九郎と2人女の子がいて3人目の男の子ですよ。そうですそうです、3人目の男の子を一番綺麗に産んどきましたっていうのは2人の姉からするとそれはどういうことなんだと。いやいや、そんなことはない、あなた方も翔子も今ね回せていただいてる時の凛々しい姿見てあげて、はい、そうですよね、とっても綺麗でしょ、はい、であなたもそうでしょ、ありがとう、あら汚いですねって言われるよりいいじゃない、あなた、いや本当にね、それはそうですから理事長もまだますます現役を、ね、お続けになるのでしたらば、そのまま本当に生き生きと、やっぱり生き生きとしてるっていう、その狂言ビューティーって言ったら変ですけど、はい、狂言は本当に生きることにまっすぐで、一生懸命で、そうなんです、笑いっていうところですから、狂言はね、やはり日本そのもの、日本人なればこそ、はい、日本の独特のものですから、日本らしさをもっといっぱい詰まってますから、狂言の、ね、中に、ですから皆様ぜひお好きになっていただきたいと思います、狂言は、はい、見れば見るほどいいと思います、はいはい、ありがとうございました。今日は、臨時のアシスタントで、私史上初女性狂言師泉純子が務めさせていただきました。泉流宗家、狂言へのいざない、いかがでしたでしょうか。番組では皆様からの感想、応援メッセージを募集しております。宛先は泉流アットマークムーパル .jp です。お待ちしております。次回生放送日は番組ホームページから告知いたします。ぜひご覧いただければと思います。ムーパル .jp へアクセスしてください。理事長、はい、本日も大変に楽しいお話を。おかげさまで、ね、はい、初めてのことで、はい、ね、親子でやらせていただいて、喧嘩とかぶっぱちなくてよかったですね。いや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 、とっても楽しかったですね。楽しかったですね。またやらせていただきましょうね。そうですね、はい、ありがとうございました。皆様よろしくお願いいたします。